ではすいません事務局の方からあの簡単にあのちょ,っと,長ちょっとなってしまいますのであの簡単に説明をさせていただきます、はいえー。知的財産法 l m コースですけれども就業、はい、年限が1年間となっておりまして来年度入学される場合の学費はこのようになっております。はいえー、早稲田大学のご卒業生の方でしたら一度入学金というのは頂い,いておりますのでこちらの総額から入学金の30万円というのを、えー、差し引いたものとなります。 終了要件ですけれども、30単位というのを1年間で取っていただくことになっていまして、こちらが1科目2単位ですので、15科目を履修いただくことになります。それに加えて、えっと、学位論文でありますリサーチペーパーというのを執筆いただくこととなります。はい、時間割はこちらのとおりとなっておりまして、黄色のものが必修科目ですので、えー、基本的にはあの、まあ、6時、6限の授業、夜間の授業と土曜日、 にに必修が置いいいてててあありりまましとととは選選択でで科目を選んでいただくということになっております右下の表にありますとおり、その他あの、科目も設置されておりまして、英語であの開催されている科目というのも履修いただき、卒業、終了必要単位に含んでいただくことも可能です、はいえー。入試ですけれども、出願資格は大学を卒業した方、またはま卒業予定の方で、えーと、こちらに記載の経験を持っている方、もしくはま強い関心がある方。 えっと、例年募集は10名程度しておりまして、えっと、来年4月の入学者の出願期間というのが8月末1週間となっております。えー、選考方法は、1次選考が書類選考となっておりまして、書類選考合格者の方に対して、二次選考、口述試験を行います考試験のの日程はは記載の通りでこちらは研究家が指定をいたします。 でえっと、合格者発表が11月21日でこちらに合格された場合2025年4月より入学,がえ入学をいただくということとなります。検定料は、えっとえっと、基本的には3万円ですえ。国外からの出願者が5000円となっております。はいえー、昨年のものが今、の入試要項、ウェブに掲載されておりまして、えー、今度その出願期間を迎える8月。 え、26日からの出願期間のものが来週かの公開予定となっておりますので、興味のある方はウェブサイトをご確認お願いいたします。はい、えっと最後となるんですけれども、よくある質問というのをご用意しております。えっと推薦状というのが出願。あのの書類に含まれてごめんなさい。えっと推薦状が、えー、提出必要書類に含まれているんですけれども、あの必ずどなたかには出していただく必要がありまして。あの これは必ずしもその学業をしていた教授の方であったりとか上司である必要はなくですねあのご自身のことをよく理解されている方に書いていただく必要があります。はいでえっと、推薦長、日本語でなくてもあの構わないんですけれどもいつは日本語でご用意をお願いいたします。2025年度、あのもし入学いただくこととなりましたら春学期は4月12日から秋学期は10月2日からとなっております。 はいえっと、標準就業年限は1年となっているんですけれども、もし仮にあのちょっとまあ1年間では、まあ、あの終わらなかったなといった場合に、2年間まで延長することが可能です。2年目の学費というのは、その時の,あの状況によって変わってくるんですけれども、えー、あごめんなさい、こちらちょっと訂正が、青い方は正しくてです、ね、授業料が50%となっております。 えー、オレンジの方ですね、こちら100%となってまして、失礼しました、えー。修士論文の審査に合格していない方というのは、あの原則、同じ授業料をいただくこととなります。失礼しました。あ出てるはいえー、と大変かけ足になったんですけれども、プログラムの詳細については、事務局からは以上と。